吉田さん、まあ一つの事実に対して、まあ、ネガティブな感情、ポジティブな感情、さまざまな感情があると思います。まあ、例えば今回の件に関しましては、なんであいつだけそんな暮らしてんだ、畜生って妬む。もう一つは、羨ましいな、取り入りたいな、どうするんですか、おこぼれくださいみたいな感じで、徹底的なごますり。でも、どのルートでも結局は自分の思い通りの人生を引き寄せてるんだとしたら、自分の進みたい方向を決めて取り入る手段を決めたらそっちに進んでいくだけかなと。それでダメだったらまた別のやり方があるのかなと思うんですよ。もしかしたら私もそうやってごまを吸ってダメだったら妬みっていう感情で爆発して自分でね奮起したかもしれませんけども、まあ妬みっていう感情はある意味ね、見返してやるっていうか、その復讐の感情に近いなって思ってるんですよ。だから私の場合はその復讐ってのはあんまり似合わなくてですね、どちらかというと、まあ、強い敵とかに出会ったらその部下になろうかなみたいな感じですよね。まあ、少年漫画によくあるパターンなんですけども、なんかこう戦っていてね、自分より強いやつが出てきたら、まあ、そいつを徹底的に研究したり仲良くなっていろんなことを教えてもらったり、時には弟子入りしたりみたいな感じでね、いつか追い抜いてやるぜみたいな、そんなスポーコンものですかね、うん、だから良きライバルは良き師匠みたいな感じですかね。うん、私もね、だからね、ネットビジネスをやってみてすごく良かったなっていうのは、あ、こうやったらうまくいくんだっていうふうにいつも感じていたことなんですよ。あ、こうやったらうまくいくんだ、こうやったらうまくいくんだ、これやったら失敗するんだ、この人でも失敗することがあるんだって感じで、まあ安心したっていうところですかね。うん、なんであいつだけがみたいに思う気持ちもないでもないんですけども、いや、あいつだけできてるわけではないと、ただ知っていてそれを使っただけに過ぎないっていうふうにね、ある意味これは自己肯定感なんですよ、私なりに。いや、俺だってそれを知ってればやっていたよみたいなね。で、まさに知ったからやってるだけなんですよ。 YouTube がいいみたいだからっていうのを知ったからやったとかね、情報商材がいいっていうことだからやってみたとかね、情報の価値が高まっていると思うからやってみたとか、人のセミナー見て話うまいなと思ったら丸パクリするとかね。いや、それでいいのかなと。で、丸パクリの精度によって 100% を真似れたら結果もまあ大体似たような感じが出るけども、 100% にならないんですよね。大体自分の癖とかが出ちゃうんで、複写率、コピーの精度っていうのは 30% か 40% くらいなんじゃないですかね。そうなると結果もそんなもんということで、確かに圧倒的に結果は出ますけども、求めていた人ぐらいにはなんないかなっていうふうに感じながら今日生きてますね。まあこれから一軒行ってきます。